ずダミアンが配置されています。チームは階段の上の2階部屋や天井のある狭い部屋の中を探索することとなります。手前のしましまのものがついているところは、あれがアイドルトコンベアになっていて、なるほど、あれでまあダミアンを救出するという、要するに救助する方法って結構ロボットは決まってるんですよ、うん、でその位置を決めるのにも、まあ、狭いところで、うまくこう高サイド、キーのダミアン搬送完了です。そしてこのロボットですね、今まさに瓦礫乗り越えてますけれど、あのタイヤのね、ホイール の, あのタイヤのところが柔らかいスポンジをね、あの自分たちオリジナルで作ってるんですね。大風に瓦礫の形、はい、綺麗に入りましたね、はい、ちょっと理想的な形なんでしょうか。高サイド、障害物除去完了です。まあ、ダミアンに言いたいこと、本当にそうだと、まあ、大きな虫が来てこうやって救出されるとちょっとどうかと思うんですけど、まあ、すごく興味深い救出の仕方だと思うので、ぜひ実際見てみたいですね。青サイド、ガレキジョブタスク完了。ちょっとあのリスタートがリスタートになりましたね。先ほどパルクが置いておいて瞬間に流れてきてダミアンを救助するんですが、おそらくこのままだと緑色がダミアンを救助できるんじゃないかなと思います。はい、これから形が変わるところも楽しんでいただきたいと思います。以上、アウサイドから。はい、そうですね、はい、まあ、結構あのサイズがね、大体標準なんですけどね。なるほど、なのでロボメイクの方はちょっと小さめのロボット。はいはい、今の新はい、上到着です。あれはちょっとあのダミアン対アウサイド、すべてのレスキューカットを指定してください。アウサイド1号機ダミアンに対する危険の行為のためイエローフラグとなります。はい、圧迫というのが出てますね。出てますね。アウサイドルームC現状到着です。ダミアン、風船みたいなのを入れてギュッと力強く握ってしまうと、はい、痛みを感じる。なるほど、いつの間にか早いですね、はい、どんどん。やっぱりあの車輪型はね、客用型と比べてもこう回すだけ、まあ、単純に動くことができるんですけど、このロボットは、まあ、いわゆるあのセタピラ、はい、クローラーという形のベルトを使った、はい、ベルトですね、はい。まあ、基本的にはあの車輪だとですね、階段とかこういう段差を乗り越えるのがちょっと難しいので、はい、こういうベルトを使うとあの設置する幅が広がるので、階段とかの、はい、乗り越えですね、昇降が、まあ、簡単になるというか、まあ、得意になる。はい、これちょっとね、重いです。フィールドに対してはこうバッテリー赤サイド、ルースエー現状到着です。今これを使って、瓦礫を除去するですね。はい、画面変わりましたね。ピンク色がベジルとなっていますね。はい、まあ、こちらが今ルースB に入っているのが画面には出ております。はい、ご覧の通りですね。まあ、他のロボット入ってたら、なんかもうちょっとスペースがあったように見えるんですけど、赤サイド、桃色ダミアへ支援物資提供完了です。なんだったら部屋ごとロボットになってるんじゃないですか。その勢いでした。この中でうまくこうダミアを救出するとなると、ロボットを支える大パワーなモーターを使ってますから、消費電力がすごく大きくて、ですね、バッテリーをですね、画面ご覧ください。いつもないか、いつもなんかもうすごいですね、迫っている感じがどのように動いていくんでしょうか。このお部屋の前を、あの参考機ですね、はい、階段を登っていくんですよ。青サイド、ルーム C、現状到着です。2階工作、こちらの方は青サイドです。サイドの、ね、2号機、クローラー型のロボットは今多分、はい、これからダミアンにアプローチするということで、はい、まあ、ちょっと皆さん見たら分かるように、ちょっとダミアンの周りがなかなか難しくなっているので、はい、これをどう処理するのかなと。あの2号機、あの上にですね、すごいこれまたごついアームがついて、ボッタリするのには有利ですけど、逆にその周りも壊してしまう、ね、可能性が当然ありますので、そこら辺はそういう。赤サイド、レスキューバッグを提示してください。走って、逃げてほしいんですけど、赤サイド、ブレーカータスク完了です。なんか結構、ピンポイントでなんか大雨にしてますから、なかなか一時的に難しいんですけど、うまくやってますね。はい、リボ
を取り、プレカーを今飛ばされてきました。残り時間があと3分ですね。はい、これ第5台エンジニア正面の方がこれ、ね、はい、1号機の、レスキューカット終了3分前、これも4台判定してるんですね。なるほど、カメラが上についてますね、はい、あれがあの360度くるくるもあるので、ね、どこにしても見ることができる。それもやっぱりこう視界をしっかり確保するためにはとても、まあどっち向いて何があるか分かんないので、まあ、360度あのカメラいろんな方向につけることもいいんですけど、はい、まあ、こういう形で、まあ、カメラそのものを向きを、ね、いろんな方向を向けるように、作るっていうのもしてます。なるほど、はい、さあここからどのように動いていくんでしょうか。これはあの、ルームに1階の狭いところに入ってます、はい、高さの制限などもございます。はい、イテレーターズの頃は、はい、はい、携帯電話のアプリを使ってログって、はい、はい、まあ、最近、早いですけど、まあ、ロボコンではですね、はい、まあ、実際のロボットのゲームコントローラーって普通にマイゲームコントなんですけど、はい、ここはあの携帯電話で、うん、まあ、アプリで動かすっていうのはなかなか青サイド障害物さっき、なので、まあ、とても赤サイドルーム B 現状到着で休止活動を、まあ、午前中のセカンドステージでやってるんですけど、はい、で今回はですね、がれきがたくさんあって、ね、はい、非常にちょっと難易度が上がってるので、はい、まあ、午前中の救助活動を再現できるのが、はい、とても興味深いです。黄色だけの救助活動、赤サイド、がれき除去タスク完了です。昨日ここでね、はい、入れるか入れないか、そうですね、このゲートに対してロボットでかすぎるという話がありました。まさかの、まさかの本当はもう一台のロボットがあの中に入っている。なるほどなるほど、本体あれば分担をして、そっちが出てこれないものですから、はい、なんとか一応幅的には入れるんですけど、そうですね、あのゲートがちょっとね、あ、開き方が何かの問題難しいんですよ、はい、宿泊しているようなんですが、なんか回答が、ね、答えがあるのかどうかちょっと微妙なところなんですけど、はい、難しいですね、昨日とちょっと同じ、おー入った入った、おーすげー入るんだ、高さよし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 、答えないと思います、ありますね、邪魔なものをですね、回避しながら、あのベッドなので、うん、やっぱりあのいい向きからこう近づきたい、なるほど、それを、まあ、今ちょっとあれなんですかね、あの地面に落ちてる邪魔なものがあるので、それを回避しながら、支援物資を供給します。このベッドがね、厄介なのは高さが違うんですよね、はい、でこの高さが違うと、あの今ベルトコンベアで吸収するんですけど、はい、このベルトコンベアの高さをうまく調整するのがちょっと難しいんですね。高さを調整する機構を入れると、はい、これちょっと複雑な機構になってしまうので、そうなんですね、はい、まあ、でもね、実際もあのベッドが吸収できるロボットの青サイド障害物脱出完了です。はい、お、こちらの青サイドのアガプテボーダーズは、はい、障害物ですかね、はい、まあ今同時に2台動いてますけれども、はい、この2台で、次は階段を上るのかね、障害物を除去し、VNB の、支援物資を供給し、はい、ちょっと上に見えてないですけども、そうですね、はい、2台切れないんですか、はい、あ、そうか、今切り替えて奥何号機ですかね、はい、2号機か、2号機の方で今高サイド桃色ダミアへの支援物資提供完了です。はい、行きましたね、あれは3号機ですね、はい、ラムヤ、あ、そうか、階段を上ってるんだ、ね、はい、はい、これはあのいわゆるクローラー型ですので、はい、そういったタイプに出てくるんですね、いろんなね、動かし方ができる複雑なメカを作ると、ね、いろんなことができて、はい、なので、またね、意外とうまくやるんですね、はい、あれは何かこちらの機体をこう、ね、うん、完全に上回って、なんと、はい、青サイドレスキュー活動を停止してください。青サイドマークの右上のフラグになります。レスキュー活動終了。答えがないと思ったところ答えにつけました、ね、はい、ちょっと興奮している間に終了となってしまいましたが、これをもちまして第3競技ダガステボーダーズとイテレーターズ終了となります。まあ、ゲートをね、押しても完成した、あの、一応正解青サイド、左側には反応完了です。こういったところで、あれを超え抜けないとなかなか、あの、はい、
けどね、ロボットの操縦難しいんですよね。あー、言ってますよね。はい、会場が片方でいくというような状態になっておりますが、どうなるでしょうか。よくできてますよね。あの、ね、膝が痛いのも見ても分かりますし、ね、スケーターがね、痛いってなってますね。はい、分かりやすいですね。はい、もうダメアンスも大変なんですから、そうなんですね。ぜひダメアンスの技術を伺いたいところですが、さあ、残り10秒です。レスキューカットの終了、5秒前、3、2、1、レスキューカット終了。はい、ということで第4競技チームホビーロースト、そしてラッキーサイドはどうでしょうか。ガレッジも綺麗に除去して、ダミアンの手を押して、アワサイド、ルーム B、現状到着です。アワサイドのラッキーサイド、今、黄色のダミアンに、はい、左右からですね、ダミアンを抱え込むように、はい、抱き上げるというね、やろうとするんですけど、やはりですね、下にこう、ダミアンの下にこうブレードをこう滑り込ませるときにちょっと引っかかるというですね、はい、ダミアン痛いこともあると、あの綺麗に持ち上げましたね。はい、はい、でこれをですね、まあ、狭いんですよ。なので、はい、慎重にこう出ていかないと、はい、うん、アウトサイド、ガレッジャブダンス1個完了です。赤サイド、キングダミアン救出完了です。赤サイド、ガレッジャブダンス完了です。あ、失礼です、青サイド、青サイド、ガレッジャブダンス完了です。これね、微妙なんですね。まあ、皆さん見えてはいると思いますけど、はい、ちょっと後ろの方から、はい、あ、なんか入った。赤サイド、黄色ダミアン、搬送完了です。完了です。ありがとうございます。はい、今、ありがとうございます。救助されたいなと思いました。おめでとうございます。